広島県立秋府中高等学校は、広島県秋郡府中町山田にある、公立高等学校。近隣地域での呼び名は、校歌から取った、秋府。1990年代前半は1学年11クラスという広島県内でも、有数の生徒数の多い高等学校だったが、近年は1学年5クラスになり、一時期に比べかなり生徒数が減少した。 2011年度入学生から国際化は従来の2クラスから1クラスになった。有名大学への進学者も広島県内の公立高校入試で学生があった頃はかなり多く、府中町内や広島市東区のぬくしな地区、福田地区、うまき地区や秋区の優秀な中学生が多く集まってきていた。上記の東区の区域は原則として 広島市内六校に進学できなかったためでもある。学生があった頃は、広島大学、山口大学、愛媛大学、県立広島大学、広島市立大学等をはじめとする近隣の国公立大学や赤々同立や参勤、交流などを中心に、県外の有力私立大学にも多くの進学者を出していたが、学生が緩み、完全撤廃された現在は、 広島県内の私立大学、短期大学、専門学校への進学者が多い。就職者、公務員は合わせて毎年一桁程度である。大学進学には栄養入試や推薦を使う生徒が大半である。学生が完全撤廃された現在も地元、府中町の府中町立府中中学校、府中町立府中緑ヶ丘中学校からの進学者が多い。他には、 広島市立ぬくしな中学校、広島市立福儀中学校からの進学者も多い。最寄り駅は JR 西日本山陽本線向き用駅である。しかし、そこから数分歩いた府中南公民館バス停から広島電鉄のバスに乗らなければならない。さらにバス停からは通称秋風坂と呼ばれる旧坂を登らないと校舎にたどり着けない。この秋風坂は 徒歩通学者も自転車通学者も全員登らなければならない。厳冬期には自動車通勤の教職員の自動車が秋かを登りきれなくなることもままある。天神川駅からバスを使用する生徒も増えている。普通科に加えて以前からあった英語類型を発展解消させて広島県内唯一の国際化が設けられているのが特徴だが定員割れする都市もある。 隣の広島県立海田高等学校とともに普通科に帰国生徒枠が作られているのも特徴。これは主に同じ府中町内に本社を置く松田の海外駐在社員の支助のためでもある。国際科の生徒も帰国生徒が多い。毎年一人は海外から留学生が来るので国際交流ができる。ありがとうございます。